だね。マンネリ打破としてね。勝手にしろ。ゆうたくん、みつる兄ちゃん、ももみ姉ちゃんも、なんて格好してるの？リボンまで透けちゃって。いいだろ別に。だって男の子でしょ。それなのに好きでこういう格好してるんだ。人の趣味に文句つけんな。お前なかなか似合ってんぞ。みつるさん、そういう問題じゃないね。私には孫にも衣装とか言ったくせに何なんですか。何なんですか。ママ息が切れちゃうでしょ。うん、アキコ。アキコ。ママ、金魚つけにしましょう。ゆうたくん、内股になってるよ。